赤や黄色など鮮やかに色づく紅葉が見られるこちらの場所は近年外国人の観光客も増えているという東京奥多摩町にある鳩之渓谷ですこの映像は20日に撮影されたもので見頃が終盤に差し掛かっている今は多摩川の両岸およそ1キロメートルにわたって色ろはかでが赤くきれいに色づいているということです 奥多摩町観光協会によると今年は例年通りの色づきだといい今週いっぱいは見ごろが続く見込みです。